はい、懲役太郎サブチャンネルです。少し前にですね、北海道で暴力団ヤクザの組員がナマコを密漁したという事件があったんです。私これはね、もう取り上げなかったんです。別にもう今時珍しい話で、前こういうこともあるんだね、もうニュースにする必要もないっていうぐらいなことだったんです。ところが先だってそのナマコを買い取った会社の方も、厳しい処分ということで、報道に出たわけですよ。おお、なるほどなと思ったんですね。で、まあ私もこれよくよく考えたら、ナマコって海産物、海のものじゃないですか。とかこういったもの、よく密漁って、海の密漁、サザエやアワビっていうのはあったんだけど、確かに私が知ってる範囲ですよ、刑務所の中とかそういう風に聞いたとき、通常の盗品って、例えば時計にしたってバッグにしたっても持ち主が分かったり、シリアル番号が打ってあったりっていうことで分かっちゃうじゃないですか。でも海のものって分かんないじゃないですか。だから変な話、取ってそれがどこので取ってあろうが、まあ持っていくとこに持っていければ買い取ってもらえるんだよみたいなことは聞いたことあります。ただそれはあくまでも聞いたことね。だから僕は漁業関係の人ごめんなさいね、もし間違ってたら。それはそうだよね、わからないよな。ただそれが通常の値段じゃなくて、これだから安くっていうことだったら買い取るところもあるだろうし、逆に言ったら普通に売ろうと思ったら売れちゃうよねっていうような風には思ってたわけです。だからなかなか難しいんだよなっていう風に思って、これは儲かるものなんだろうなって思ってたんです。それはそうですね、今時寒い海や荒れた海に入っていくっていうことなんで。で、そう思ってたら、私が今回思ったのは、500キロで160万とか200万っていう報道を見たんですよ。わからないですよ、これ。でも、500キロで100万、200万って、大金ですよ。でも、ナマコって皆さん想像してみてください。大きさって手のひらぐらいのものですよね。これを500キロ、単純に拾って袋に入れるだけでも大変じゃないですか。これ海の中に潜って500キロっていうことは、すごい重労働ですよね。これって費用に合うのかと思ったんです。私よくこの暴力団犯罪とか、この経済事案に関して費用対効果っていうことですけど、普通はヤクザの人たちって少ない労力でたくさん稼ぐ。簡単に言ったのは、100円のものを200円、300円で売るっていうようなことだったり、盗んだものを高額で売る、盗んだものを引き取ってどうこうっていうことならわかるんだけど、労働をしてるわけですよね。これ暴力団の人たちが誰か仇の人たちにやらさせて、それを搾取してるならまた違います。自身たちが取りに行ってるんなら、そんなに割のいいことじゃないよな。でもこれをやらざるを得ないような状況まで追い詰められてるのか、まあたまたまこうだったのか、それしか方法がなかったのか、ちょっとここは金額とそういったことで、もう買い取った業者まで摘発したっていうことは、一つ大きな一歩なのかな。こういうことが分かると、あ、こんなことがやっぱり良くないですよね。で、海産物やそういったものを窃盗するっていうのは、普通の通常の窃盗より重いです。確かに罪が。はい。まあ、これ、ね、こういうのを聞くと、そうなのか。もう、やっぱり、この景気と、それからもう、社会的に暴力団、ヤクザが追い詰められることによって、こういうところにもなっていったのか。でも、考えようですよ。考えようですよ。これだけのことをやれるんなら、まともにちゃんとやったらどうなんだって、私が普通に思ったんですよ、これ。でも、それができない状況なのかな。ここのところのニュースのところがはっきりわからないですけども、ね、やっぱり世相を反映しているんだなっていうふうに感じました。以上です。